エンジョイパチンコライフ。ちょっと突進できなかった。一つでも景品を獲得するために今日我々は叩く景品獲得バラエティダッシュラック。でしたのだ。はい、ということで、今回は茨城県水戸市にございます、ビッグマーチスロットクラブ渡井健さんに来てます。デスタムーアだよ。わかりにくかった。はい、ということでね、これ大事だから覚えてるよ。はい、ということで、これからね、初来店のね、スロット専門店でございます。ビッグマーチさんね、スロット専門店ちょっと初めてですね。なんかかっこいいですね、スロットクラブ。早速店内ね行ってみたいと思います。入店。はい、景品コーナーやってまいりました。ロックな景品取り揃えましたということで、ね、ロック推しですね。かなりロック推してますよ。だって内田裕也さんとかね。内田裕也さん、あとはロックスターエナジードリンクね。あとはロックだからということでね、エレキギター置いてありますよ。なるほど、かなりロックンロールな感じですね。どうしましょうかね。やっぱこれじゃないですか、狙うのは500枚。これいきましょうよ、これね。それがまあ仮にダメだったら、まあ、この辺のね、内田裕也さんが出してるね本がね30枚ぐらいで、あとは CD とかも DVD とかも120枚で取れるんで、まあ、この辺。それかこれはね、飲み物でもいいんですけど、結構この服は結構かっこいい。これ300枚なんで、まあ第1、第2、第3みたいな感じで、まあ多い順にね、第1、第2、第3希望まで選びましたんで、ね、それでは早速ね、次は台の方を選びに行ってみたいと思います。えいっ、行きましょう。この日一番新しい台ね、サミーさんの、パストロアラジン S2 ね、スーパーアラちゃんとか入ってますよ。あざす、えいえい、あざす、あざす、えいえい、あざす。すごい台ですね。もうアラちゃん60回出玉が勝ち盛り8箱、すごいね。液晶は3000枚なんですけど、あ、上のデータ見れば分かるわ、9815枚。いくね、だってまだ6時だもん。すごいね、すごい。どうもありがとうございます。そうね、あざす、えいえい、どうもあざす。実践時間がそんなにないんでね、やっぱノーマルタイプ強いだよ。お客さんが打ってるな。花火打ちたかったんだよな、花火は打たれてる、残念、満台です。まだ打ててないんですよ、平天くん。でもすごいね、本日の最高枚数3831枚。ねえ、楽しいよね、ノーマルタイプで3800枚も出たら。もうバンバンリーチ面見ちゃったんだろうね。150分の1ぐらいの花々があったから、それでいこうか。もうね、ジャグラーの可動が良すぎてダメだこりゃ。参った参った。ありがとうございます、えいえい、ありがとうございます。156分の1っていうニューキング花々が1台あるんで、とりあえずこいつで行ってみたいと思います。えいえい。はい、ということで今回平天君が選んだ台はパイオニアさんのニューキング花々でございます。頼むよ、いっぱい光ってくれ。ブリチカチャンス、残念。ゴーゴーランプもいいですけどね、やっぱ僕ね、どうしてもこう安心したいんで。ジャクラもやっぱ先光りが結構好きですね。早く安心したい。
やっぱね、短い時間をどうしても実践してるんで、やっぱあの安心感がな、あの安心感といったらないですね、やっぱ叫び狩りって。まあ、ノーマルタイプが増えて、ね、花火も出てきて、早く花火打ちてな。もう人気あって座れないですよ全然。お、いやちょっとおおほら、もう叩いたか叩いてないか分かんないぐらい早いから、もういやーよかった、すっげー嬉しい、安心した。やっぱ安心がいいですよね。ビッグで来い。バケなんだね。まあしょうがない。こっちかな。あ右ですね。またぞ。はい。違う、もうブリッジがチャンスだねー。ベゼ増えた。花の攻略法はですね、とにかく優しい気持ちで接してあげることです。で、まあ通常時、まあ、チェリー、スイカを狙って、ね、スイカが滑ってきたらスイカを狙うんですけど、こうたまにね、花に水をやるように優しい目で、ハイビスカスを見てあげるもうそれだけでいいです。おう、花連成功。87回転以内が離れんですから、87超えたら離れんじゃない、俺の中では。白でいこうか。よし、やりました、やったあれ、ここどこだったっけ。ビッグマーチスロットクラブ、また見て、イミさんね、やりました、コインがあ、いきなり連絡ですね。ああスイカいいね。あやべえ、やっちゃったすいません、ちょっと遅すぎた、ギリギリすぎた。あでもいいですよ、連絡のスイカは。おーすごい、おーマジか、いいね、2回目。おー来た、うわマジか、3回目だよ。おいおい、やりました、あと1回、まだ時間ある、またあるぞ。よし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 、だめ6か、あんまね、6とかやっぱ最近はね、あれですね、やっぱ年取ると好み変わってきますね。まあ年取ってもロックの人はロックなのかもしれないですけど、やっぱ僕ちょっと変わってきましたね。あクラシックとか聞いても興味なかったんですけど、なんかいいなって思ったりしますね。あとはね、劇団四季劇団四季とかね、いいなって思うように。ぜひね、あれですよ、6月9日とかできれば年一の、おあれにしてほしいですね。やる気があるかないかはお店さん次第なんで、
じゃあ僕来ようかな、6月9日にスケジュール入ったら勝手に並んでるから朝から。おお、すげえ。ああ、バケだった。まあいいや、右だ、ラスト。いやー、いいねー、3回も見れた。4回か、バッケ、ビッグバッケだから3回だな。エイジゲーム、レンジャーチャンス、ダメ。茨城の方もね、花々大好きですから。おい、やったぜあとはビッグかどうか。ビッグか、よっしゃやった、ありがとうございます。何回転だ、13回転。ラスト、待たうぞ待たうぞ。会いたいなー。違う、もうちょっと、ごめん、やめようかな、やめよう今日どうしてもあれ持って帰りたいで俺もう一回言いたかったけど、まあ時間も時間なんでね。はい、それでは早速恋の方を流してみたいと思います。えいえい、なっちゃんだ、500超えろ、500超えねえとやめたい、見ねえぞ、超えてくれ。よし、超えた。あ、なんだ100枚使っても OK だったはい、ということで611枚やった。はい、実戦終了、実戦終了、やったー。ということでゲットしましたね、本当はね、これあの中に含まれてなかったらしいんですけど、今回特別にお店さんのご厚意で、渡り店さんのご厚意で、これもセットで、あとスピーカー100枚ね余ったんで、これスピーカーらしいんですよ、これね、ロックなスピーカーとロックなギターね、こちらをセットで1名様にねプレゼントしますので、必要事項ご記入の上、キーワードはオープニングでやった、ドラクエのモンスターの名前を書いて、どしどしご応募の方よろしくお願いいたしますということで、今回撮影に協力していただいたこちら、ビッグマーチ、スロットクラブ渡り店さんの宣伝をちょっとだけ、この動画が配信されたちょっと後ぐらいですね、4月の4日にオキスロリニューアルオープンということで、オキスロ超大、すみません、オキスロ増大されますんでね、ぜひね、オキスロファンの方はね、こちらのね、スロットクラブ渡り店さんね、遊びに来ていただきたいと思います。その後、18日またね、閉店くんがダッシュマンの撮影でこちらのお店にね来ますんでね、2本目のエレキギターをゲットしに来ますんでね閉店くんがエレキギターをゲットできてるか確認したい方はね、ぜひこちらのね、スロットクラブ渡り店さんね遊びに来ちゃってください。もちろんその後もね、話題の診断バンバン入りますんで、もう今頃ね出てると思います。サミーさんのねアラジンエース2多分もう万枚出て、もう今から2万枚出してね頑張ってると思うんですけど、もう話題の信頼バイバイ入ってくんでね、そちらの情報は PR とまたはメール会になって情報をゲットして、こちらビッグマーチスロットクラブ渡り店さんへ遊びに来ちゃってください。以上、景品獲得バラエティーダッシュマン閉店くんでした。えいえい、YouTube はこんなに楽しい。人気パチンコパチスロ動画がいつでも見れる。人気ライターの来店情報もプッシュ通知で届く。 YouTube ダウンロードしてね。えいえい。